皆さんどうも、明けましておめでとうございます。ドラゴン DK でございます。ということでね、こっちもよろしくお願いいたします。ということで、僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主任してやっております。一応ね、プレステ4とプレステ3とあとスマホのゲーム今度でね、やっております。今現在ね、A のエンチャントアームの方やっておりますので、もしよければそちらのも見てください。では行きましょう。一応ね、その概要欄のところにはね、再生リストのね、パート1の動画上げてますんで、レストレージに聞くところは今のところない。遅いな、ほんまに。まあほとんどのね、ロード中の画面はカットしてるんでね、多分ここで何かするんちゃうかなって思うんやけど、またその医療道具と関係なければ。ん、ああほんまや、骨があった。あ、やっぱりこれや、これや、やっぱこの男は誰だろう。まあ、それ最初見たから、ザカリアス・グレイストーク、うん、クラブの理事長。一部だけ何かが塗られている。何を隠しているのか調べよう。お、来た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 。お、お、ちょっと待って、これか、これか。おお、勝手に やってくれる、ありがとう。柔らかい布で染料を落とそう。おお、使う。誰か出てきた、誰か出てきた。ちょっと待って、全部やりたいって思ってしまうね。写真にもう一人写っている人物がいる。なるほど。Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who's concealed within this photograph. 隠された人物の目が腫れている。A dispute of some kind, you think? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease. 中南米の熱帯病の独特な症状。South America, brilliant, Watson. Happy to help. それはよかった。Is it deadly? 死に至る病か。Well.There is a chance he survives. 助かる可能性もある。なんて答えるかな。いい薬がある。熱帯病を扱う病院はたった一つしかないんです。そこで働く友人がいる。おお。Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. なるほど。そこにいいけど、ようやくやることが見えてきたぞ。よし、じゃあ行きましょう。あ、まあ、間違えたよ。ん？ちょっと待って、どこに行けと、スコットランドエイドか。やることね、一応言ってましたね。うん、訪ねてみるっていうね、 こいつにあいつにね、ここの理事長のイエリンガムに訪ねるっていうね、そういうことを言ってましたね。うん、ごめん忘れとったごめん忘れとった。ちゃんと話聞いとけやっていう。写真の人物、I found this photograph on the wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. かわいそうなアルベイト。14年前、グアテマラ遠征の際に密輸で亡くなった。前の基地診療を探して。But everything went wrong. We were unable to enter the temple, and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there. Bernard Marley. By the way.He's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. 恐ろしい彫像。あ、アルベイトのコレクション。Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did locate it. 保管場所がわからない。なるほど。ここでこれ使えば何か出てると思ったわ。と思ったわ。遠征とマヤ歴のカレンダーね。そうや思った。お、なんか3つもあるで。
いや、2つか。呪いは存在しない、ただのこじつけに過ぎない。デクンマウンテンの呪いは存在する。呪いは遠征した探検隊にかけられた。にしてみれば、お、呪いは実在した。おお、呪いにより殺人が起きた。ちょっと待って、捜査続ける。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、なんか怖い、なんか怖いなんか怖いよ。走るぞ。うん、ああ、やっぱ存在する方に やっていかなあかんや。うわ、嫌や、嫌や、なんか、なんか嫌やなんか嫌やなんか嫌やって、なんでやねんって。お、こっち出てきた。なんかチャールズ卿は呪いのことを知っていた。彼は完璧なチャンスを手にした。なるほど、そういうことか。チャールズ卿は呪いの存在について気がついていない。彼は犯人ではない。こっちのような予感が。あ、こっちか、もしかして。クラブの借金もあなのに、やな、そういうことか。ということは、このクラブの借金の方のこれをこっちに やっておけば、ああ、これ万事解決これで万事解決。うん、で、あと、あ、違う、あとこれか、またこれ、これ残ったんか、またこれだけ残ったんか、またこれだけ残ったんかって。まだ結論付けるのは早いんだよね、はっきり言って。ほんまに呪いは存在するのかって言われたらね、しないとも言えるし、するとも言えるって。どっちだっても取れんでよからね。じゃあ、あと、どういくんや？Mr. Marley is over there, near the statue's pedestal. 像の土台近く、マーリー。マーリー。像の土台近く。Poor Sir Charles.こいつか。Mr. Bernard Marley, my name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. マジで？お、マジで？ここでは危険すぎる？え、何が危険すぎるな？ああ、グラブストリート8番地、ロンドン。OK、行きましょう。ちょ、間違えた。まあいいや。まあ、ちょ、いい。こっちじゃい。上、グラブストリート8番街。よし、やっていこう。お、来たぞ。8番街。じゃあ間違えた。なんか L 字を押してもらうやな。証拠？ちょ、ちょっと待って。バーナード周りの名刺。グラブストリート8番地、ロンドン。クラニーストリートやろ？ちょっと待って、グラブストリートやろ。いろいろ奥まったとこに行かなあかんのか、これは。何これ、お前なんか大丈夫宣伝かな、宣伝マンかなって。ん？ん？何これ、ん？何やこれは。Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. いや、別にここはいねんて。ちょっと待って。おい。違うな。は、いや、あれ？あれやな、ほんま。ちょっと待って。マジか。グラブストリート。あ、ここやわ。グラブストリートここやんか。ここの8番街、8番地、8番、おい8番、おい8番、
どこにある？ハチ。ハチはどこにある？あ、ここや。あ、ここやった。あ、ここやったんや。あ、それ気づいてなかったわっていうな。Fresh scratches. Something large and heavy was dragged here. で？あ、いた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 。Hello there, my man. Is your boss in?Sorry, I'm too busy to chat. してる場合じゃない。悪かったな。ここじゃね？きっとそこここやんな。ここか。ここなのは分かってんねん。な。Mr. Holmes.You must forgive my escape at the club. そこで話すのは得策ではない。どういうこと？外でなら問題ない。え、どういうこと？そこまでヤバい人物？よし、まあ見ていこう。怠慢？汚い。なるほど。お、何これ、お守り？厄除けのお守り。へえ。ん？何これ、革のよく肘をついている。おお、あんなんつけんねんな。お、何か緑油にまみれたて、油の匂い。ちょっと待って、ここら辺なんかある？なるほど、いろいろ見ていかなあかんからな、これな。メガネ、綿密な作業にしとこう今のところはな。おお、怪我をした指、複雑な作業、これでいきますか。どうやろう、完成した人物像。お、いけてるいけてる、よかったよかったよかった。Did you know Zacharias Greystoke? 被害者のザカリアス・グレイストークね。He was a brave friend. Such good karma until yesterday. あんなことになるとは、まあな。死んでもたもんな。写真見せよう。Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, old beard. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. グアテマラで死んだ。Struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. やりすぎた。あ、神の力。You can't fight against the Kiche gods. 遠征と。And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple. Yes, the temple of Tekun Umán. Another one of Charles' stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. 強い力に包まれて中に入れなかった。へえ、そんなことある。Tekun Umán's emanation. We could all feel it. Albeit's disease worsened suddenly. There was nothing we could do.And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years, the prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that he could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He sent me a message.He wanted us to visit the club and to try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Umán is far too powerful. 研究所も無駄ない。Your relationship with Charles Yellingham is not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. What's your opinion on Tekun Umán's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing.お、何これ、え、像の制作、マヤ暦のカレンダー、
お、テクンマウン。え？テクンマウンのとことは何の関係もない。知りません。俺には何の関係もない。クラブ内にあった写真ではないと思う。うん。多分これやと思うね。But in fact, you do. You made the statue. そう、あなたが。That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No, it's Tekun Umar. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Umar? Nobody. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Umar. Well, goodbye then. 聞かれていたら、聞かれてるわけねえからさ、こ、てかさ、こいつじゃねえ。なんかふと思うんやけど。で、どうしろと。どうしろと。まあ、一旦これちょっとやっていこう。まあ、こういうのせんでもね、乗るんでね、ほんまに必要な時って。なんか調べられるものはあるかな。ちょっとそれだけ探してから次行きましょう。おう、おう、こっちないな、ないないない。オッケーオッケー、全部は全部調べてるっぽいね。ん、ちょっと待って。マーリーはテクンマウンの像を何個も作った。へえー、そうなんや。ってことはそれもこの石か。そうかな、ね、ぽいね。一旦じゃあ何か 入らなかった。何それ。うん、入れなかったと証言した。前歴のカレンダーじゃね。あ、違うかった。じゃあどれ、これか。あ、違うな、これも違う。あ、また違うの、また違うの出てきたよ。待ってくれ。走るぞ。うん、目撃した。走るぞみたいな嘘をついているか、他の誰かが逃げ去るところを目撃した。うん、売ることができる。気づいていないでやってるけど、これで合ってんの。なんか違うような気がするんやな。呪いで片付けるもん。あかんけどな、あかんけどな。はっきり言ってさ、シャーロック・ホームズにとって呪いって、もう呪いで片付けるようなやつじゃないと思うんやけど。俺は呪いで片付けないほよ。いや、あかんか、さすがにあかんか。ちょっと何をするかが、おう、バーナード・マーリーについてもっと調べよう。あ、マジで？マーリーについて調べたけどな、もう調べた後で あったからさ、もしかしたら順序を間違えてこうなってるだけかもしれんけど、それはないか、さすがに。ん？なんかここの、あったホース・ペトロ・アルバラード。おお、アルバラードにも確か征服者。なるほど、いろんなとこ見ていかんと、これは。分からんぞ、これ。分かんない。 Sorry, I'm too busy to chat. 悪かった、俺が悪かったよ。あった、箱が2箱あったんで、お、金属を融解するローやろ。あー、なるほど、なんとなーく俺は分かったぞ、誰が犯人かっていうのが。こいつやな、マーリーやな、そんな気するわ。マーリーな気がする、俺は。なんでかって、
それはもちろんここを誘拐、金属誘拐するところだし、なんだって証拠隠滅できるやんかなあ、まさかな。でもな、その可能性は高いよな。はっきり言ってさ、朝でさ霧がよう出てたって、なんか今出てたぞ、なんか今出とったぞ、どれや。ん、あれ、あ、あ、向こう側、これか、これか、テクンマ、テクンウマンか、ウマンか開ける。これはここではないってことは、裏か。こんな技術は極めて現代的でギアの質もいい。そうなんや、質いいのにこんなとこに置かれてるって、なんかかわいそうやなあれ、なんか今乗ってなかった、これか、腕。参加していない、一度も外気に触れていない、クラブにあったぞではないと。中にあった2つの箱がバーナード・マリーの銅の一部が入っていた可能性は、せやね。またワタソンと夜に来てみよう。夜に？マジで？完了？よーし、じゃあとは夜に行くんで、一旦ちょいと戻りたい。ベイカー街戻ろう。でこれで夜に、ま、夜まで待ってそこから行くというパターンやね。 OK、 ちょっと待って、なんかある？うん、なんもない。よし、面白くなってきたぞ。最初全くわからんかったけどな、10分程度いろいろうろうろしたけど、してたけど、まあ、なんとか進んだ。もうちょっとやっていこう、もうちょっとやってから終わりにしよう、今回ね。いろいろガトルになってる部分も多そうやし、もうちょっとだけやって終わりにしましょう。よっしゃ、続ける。どうだ、お、暗いよ。あー、来た。あー、子供か、笑い声。フェイドリンが、いや、これはアリス宛ての手紙じゃないか。ん、何？どうした？He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Ah, he must have two to one for two to one. Give it to him. おい、もう、え、何すんの？え、どうすんの？ What are you going to do with it? それをどうするつもりだ？あ、なるほどな。あ、そういうことな。ん？ I need to finish here first. え、ここを終わらせないと？え、何をすんの？はい。I do hope that bone has no connection to Watson's medical practice. これか。あ、手紙は分析する。I can't help myself. 手紙の内容を見ずにはいられない。It would be easier to open this letter. 手紙は蒸気に当てて開きやすくしよう。夜間でお湯を沸かさねば。I need to turn on the gas. まずガスバーナーをつけようと。ああ、こっちな。これな。これな。え？ガスバーナー。あ、これか。ちょっとほとんど昔やからさ、昔というか小学校の頃の思いの理科の実験を思い出して、あ、これがガスバーナーかって思い出したわこれ見てな、今見て。でまだか、まあ、置こう、
お、こうやって、ちょ、いいえ。え、ちょっと待って、動かす、え、ああ、あ、そういうことか。そこ、違う？違う？そこ、なあ。あ、そう、あ、やっぱりこうやった？やっぱりこうやった？そういうことか。なるほどな。え、どうすんの？あと。これか？よっしゃ、で。で、見ると。おう、アリス、とうとうやってるね。引っ越して隣人として振る舞うなんて、本当に大胆なんだからって。え、何これ？え、でも気をつけて、彼には人を見合わせる力があると。そうそう、あなたのお父様の船を見つけたわ。船に傷んでいるけど、まだ使えそう。ほう、あの人は私にとってはまるで兄のような存在だった。だから、私にできることなら何でも手伝うつもりよ。どんな危険なことでもね。うん。で、アリスは僕が目的で引っ越してきた。一刻も早く話をしなくては。なるほど。封をしておこう。どれ？これか。これか。それか。間違えたやんか。もう。こいつ。で、ちょこん。やっといて、で、そこ、これだ。おー、やべえ。うん、彼女はベランダだ。うん、ああ、もう持ってたか。気づかんうちに持っとったか。I need to speak with Miss Alice first. 彼女はベランダ。She's on the balcony.ベランダ？え、ベランダ？え、仕事用のデスクで、あ、もしかしてこっちから行けるとかない？あ、やっぱりこっちやった。How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me.Don't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child. Let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... バレてる、こっちも。What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. ゆすってきたよ。Come back in! I can do it! See? I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. 大丈夫か？秘密にしとかなあかんっていうことか。まあね、今回はこれぐらいで終わりましょう。夜ね、行こうかな思っててんけど、先にこっちへ来たんでね、こんなことがあると思わなかったから。じゃあ今回これぐらいで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。あ、ポップ、危ねえ、山田対。There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. お、すごい、え、そう、マジで。And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you. 着替えておいで。OK、ありがとう。病棟を訪問せよ。お。結構やること出てきたぞ。ということでね、今回はまあこの着替えるところで終わりにしましょう。あ、間違えた、ドレッサーやった、間違えた。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いいたします。一応ね、ツイッターのアカウントのってなくて、ツイッターの URL はね、概要欄のところには貼っておきますんで、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。